感染が確認されたのは鈴鹿市に住む60代の男性で今月1日から2日にかけて東京に旅行し自宅に戻った後6日に発熱8日に東京で飲食をした台東区の店の従業員から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受け県内の医療機関を受診したところきのう感染が判明しました 男性は現在も発熱があるということです三重県内での新たな感染確認は76日ぶりです鈴木知事は東京都心部を訪問する際は一度立ち止まって慎重に考えてほしいと注意を呼びかけています